プチプチひーなこー略してプチひーなプチひーなーということで、今回も逆さまサバイバル生活やっていきたいと思います。はーい。ということで、前回あっちの島攻略して、であっちの島も攻略したと。でまあ、次の目標としてはもう木いっぱい飼ってんの早いな。木を飼うこと。なんかこっちの方行きたいよね。あっちにもチェストあるし、あの砂漠の方とかも行ってみたくね。なんか資源手に入りそうなとこがいいな。資源大好き次元じゃないそれ、もしかしてよくわかったな今私あんまり知らないのに。あ、待って待って、雲がいる。パンチパンチ。じゃあ資源を調達するってなっても何が欲しい？自分が今欲しいもの？チェスト開けてった方がいいか。まあ、食料問題。なんか雑草とか生えてるとこ行きたい。雑草。あ、でもそれはそこ、あそこから取ってこれるわ。あ、そうだ、あそこに雑草あるわ。じゃああっちの方行くか。まずあそこのチェストのところまで行った後に砂漠行ってみるか。うん。一旦じゃああっちにあれか、種あるか取ってくるね。一旦俺はやった。種めっちゃありがたい。あ、待って、あそこに藁がある。パンだらけにできるじゃんそんなの。待って待って、あ、しかもあそこに家もあるの。家があるだと。家行ってみる。あり。砂漠じゃなくて家の方にするか。家と砂漠行けばいいんじゃない？オッケー、じゃあ家と砂漠にするか。今日の目標。よし、それで行こう。だってあれかぼちゃ取りて、かぼちゃもあるんだよな。あ、しかも羊毛もある。何でもあるじゃないですか。羊毛これ持ってくよ。うん。大変。ケル持ってくんの忘れた。何にも持ってない。ちょっと待って、やばいやばい、助けて助けて。危ない危ない危ない。ああああ同じタイミングで落ちんなお前。なんでいるの後ろに。だって鶏とかも出たんで、あれか、スポンエッグがあんのか。そう、でもなんか鶏ってどうなのよって感じしない？なんか食料としてはちょっといらんよね。いらないよね。そうだよね。あとはまあ、強いて言うなら松明欲しいなってずっと思ってる。石炭枯渇してるからな。でも木炭なら作れるよ。あ、そっか。あれ、この辺になかったっけ？何が？あった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 。よし、今かぼちゃはいる？かぼちゃもご飯になるよ全然。かぼちゃもじゃあ取ってくね。かぼちゃはパンプキンパイだから、砂糖、卵、それこそ鶏の卵でいけるんじゃないかな。それに鶏使う？繁殖させればいいのか。卵を産むから繁殖できる。よし、オッケー。とりあえずこれかぼちゃ、これワンチャン取れないかもしれんこれ。なんで？何しに行ったのじゃあ。待って、いくよ。取って落ちる。手に入らなかった。なんで取って落ちるの戦法にしちゃったのねえ。なかった。なんでそんなデンジャラスなことしちゃったの？だってそれしか下に置けないから。ブロックバケツあるよね。バケツないのか。あ、バケツあるわ。はあ、水垂らせばよかった。すいません、はあ、ごめんなさい。もしかしたらどっかに引っかかってるかもしれないから、ちょっと見てくるねもう一回。どこに引っかかってるんだよ。引っかかってなかったです。種落ちないかな。そう、小麦をねちょっと増やしたいよね。パンを主食にしたい。うわ、あんなとこにクリーパーがいる。敵じゃないか。おお、危ない危ない危ない。汁が残った。それがあるからやっぱ松明欲しいよね。湧き潰ししたいよね、できればね。せめて家の周辺だけでもしたいな。あー、クリーパーいる。やばい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 。おいおい、気をつけろ気をつけろ。待って待って、どうしようどうしよう。よく気づいた今私。ちょっと待って、おびき寄せろ。任して。はい、爆発しちゃった。もう一体いるから気をつけてね。それ任せろ、俺に任せろ。うぃーうぃーうえーい、天才。したら一旦村の方行くのありだな。行こう村。丸石でいっぱい掘るねこれ。うん、よし、全部多くにできた。これでやったね。ちょっと私もピッケルもらってもいいですか？いいですよ。やった、ピッケル欲しい。よし、地味なんだよなこの丸石製造機。いずれこう自動にしたいねこれ。無理じゃなかったっけな。半自動みたいにはできたはずだけど。丸石の人誰かこのサーバーに呼んでお金払って雇う。視聴者の子にやってもらう。時給100円ブラック企業だな。あ、待って、クリッパーまた奥にいるよ。気をつけて。本当だ。怖いよねこっち来んの。うん、来たらやばい。チェストバーンされたら終わる。退場しとくわ。あ、待って、俺が排除されたなんでや。落ちちゃった。オッケー。ずクリーパーは削除した。天才木炭からも松明作って湧き潰してきます。オッケー。これで侵入されることはなくなるかもしれん。なんで信用してくんないの。いや、もしかしたらほら外で湧いてくるかもしれないじゃん。走ってこっちに走ってくるの歩いて。いや、まあ歩いてくることはあるだろうけど、走ってくることはないだろう。待って、エンダーマンいるよ。プッシュさん倒す。やっちゃう。え、欲しくない。エンダーパール、エンダーパール欲しい。落っこっちゃわない、そのとこでやったら。大丈夫だ、俺なら倒せる。さあ来い。よし、いや、おら言ったじゃんだから言ったじゃんだから、こっちでやればよかったのに。ごめんってごめんって。この湧きつぶしはオッケー。いいね。あとはこことこの辺とこの辺に置いて、よし、直線も湧きつぶししていくよ。オッケー。鉄5個あんのか。鉄ピ作るのはあり。いや、あり。ダイヤモンドあったらだってこっち一回戻ってくるのめんどくさいもんね。それは本当にそう。よし、じゃあダイヤモンドピッキル。じゃあ作る。ダイヤモンドピッキルじゃねえわないのに。鉄ピッキルを作ります。はい、オッケー。貴重な資源だから残りは入れておこう。ハーフが3つ揃った。ちょっとつなげてっちゃうわ。じゃあオッケー。一旦砂漠村どっち、村でとか、ま、家どっち。家の方が資源ありそう。オッケー、じゃあ家に行こう。でもさっきこっちの方にいっぱい敵いたからやばいな。大丈夫だよ、プッシュさんなら。知らんけど任せろ。俺には金の斧がある。泉の女神からもらった。よかったね。あ、なんかね、屋根みたいのがある。屋根だって家だからあるんじゃない、それは。じゃあなんか黄色いのバザーみたいな屋根がある。え、なんか売ってる、もしかして村人いたりする。あそこに村人いんのかな。まあ行ってみるよ。つなげていくわ。じゃあどんどん。よし、湧きつぶしできたから。私も追うね。うん。お前やめろ、やめてくれってば。よし、いっぱい引いたけど。あ、もうちょいもうちょい。待って、ペペさん小麦ができた。あ、マジ広げられるじゃん。収穫種1個しか出なかった。くっそー。とりあえずこれでここの島に到着。一旦家にもこれつなげよう。どこにいるの。家じゃないとこにいるの。家の前の陸地。バラ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 なんよ。なんか何バラ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 って頭悪そうな。バラバラにするぞやっぱ頭悪いわあいつ。あ、こっちか。オッケーオッケー。もうほんとだ、なんかめちゃくちゃ逆さまの家がある。螺旋階段を作ろう。なんで螺旋階段にしたの。いや、なんかちょっといい感じかなと思って。何がこれさ、乗れないじゃんねーごめん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 。設計ミス。はい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 。オッケー。さあこれ家掘ってみるか。これそのままもう直下掘りでね。掘りたいね。よし行くぞ。お、よし。お、なんか木材が出てきてよ。お、これで家の中入れんじゃね。レッツゴー。おー、入ってきた。なんかある。いや、なんかチェストとかかまどがあるよ。おお、これは期待大。よし、じゃ樽から見てこう。はいはい。入ってない。何も入ってない。樽だけもらっとくね。じゃあかまどの中。はい、入ってない。チェストの中は。チェストの中あげます。はい。ダイヤモンド2個ってエンダー。天才かこれ。ピッキル作れますよ、ひなこさん。完璧じゃんもう。そしてエンダーアイ2個目。これはもうエンドに行けそうだね普通に。いや最高か。エンドポータルを探さなきゃいけないが、まあ、一旦したらじゃあバザーのとこ行ってみるか。なんかこの感じだといいものめちゃくちゃありそう。いやー大変だった。何も何もだけどね別に。やっぱ逆さまだと大変だな、いろいろと。いやーバザーのとこ何があるかな、めちゃくちゃ楽しみだな。多分この辺の多分普通の島木が生えてるやつは多分木が生えてるぐらいしか多分ない気がするんだよね。この辺の木はもう持ってる多くだからいいよねこれは。うん、多分いいな。じゃあバザー行くぞ。よし、バザー到着。バザー何があるかな。今螺旋階段作ってるなんで螺旋階段にするの。この間に向こう行っちゃうの私。よし、一旦じゃあバザー見れるよ。あ、見て見て。よし、これ掘って。これ大丈夫かこれ。お、お、来た。チェストがある。しかもでっかいのトラップチェストだ。これなんか起こる。これ怖いんだけど。これ気をつけてプーさん。ちょっと待って、一旦周りホール。トラップチェストっぽいぞこれ。でも何もないな。何もないの？設計ミスかこれ、もしかして。仕掛けがなさそうってこと？うん、何にもないと思う。じゃあ開けます。はい。ダイヤモンドが6個入ってた。大サービスじゃん。人参とじゃがいもです。稲子さん、穀物。よーし、これで畑が作れるぞ。それさ、羊毛もらおうよ。羊毛もらおうよ。オッケー。ベッド作れるよ。あ、そっか、最高じゃん。何この環境、結構いろいろ手に入るね。これ足りなかったとしても、さっき灰色の羊毛があったしな。これ1マスなんだ、バザーのとこ。どうやって取るこれ？周り囲う石で。1だしか下げないのそれでぐるっといこう。丸石なくなった。でも3個3個あれば作れるもんね。2人しかいないし多分大丈夫だよ。全然余裕で足りるっしょ。よいしょー。はい、いいじゃん、完璧。オッケー、んなもんじゃない。オッケー、帰ってこれた。天才。よーし、いい冒険だった。じゃあ帰るね死に戻りしたいつも。しかして何の意味もなかった。これ気のせい？何？あれ？これ気のせいじゃない気がする。何何何何？怖い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 。何何？早く言えよ。じゃあそこそこそこの島さ。おう、下なんかない？ちょうど多分ね、位置的にはこの辺りの下だな。さっき見たよ。いや、なんかあった絶対に。何？あ、これ見たのか。そう、これ羊毛。君がここに来たのね。そう、来た来た来た。そういうことね。砂利あるじゃん。火打ち石作れるよ。ほんとじゃん、見落としてた。向こう側にも砂利あったよ、取っとこう。豚焼いたりできるもんな。あった砂利。よいしょー。一旦したらダイヤモンドピッキル作っちゃう。あり、めちゃくちゃ欲しい。ダイヤモンドピッキル2個作るか。作れるの？作れるよ。だって10個あるもん。ダイヤないと困ることって他になんかあるってないか？ない。ダイヤモンドピッキルを作るぜ。とりあえず1個でいいか。じゃあ一旦じゃあベッド作るね。ベッドだ。白がいい？黄色がいい？黄色がいい。黄色2個作った。やったやった。なんか生活をしてる感じが出てきたね。だんだんいい感じになってきたよ。はい、ベッド。ごめんね、これ起きたら落ちるかもしれん。怖いなもう。私のベッドの横側はちゃんと塞いどこ。扉も持ってきたのだ。これ家建てれるじゃんこれ。そう、家建てれるかなって思って。よし、したらじゃあ一旦ダイヤモンドピッキルを1個作りました。オッケー、天才。あと種1個持って帰ってきたから畑が2マスになった。人参とじゃがいもはありますよ。畑広げよう。ほい無限水源作りたいよな。水どっかにないかね。そうなんだよ、水欲しいんだよね。これどこだっけ？ここが水源？そこ水源。待って、石欲しい。ちょっともらっていいこれ？はい、いいよ。そしたら今から畑を改造します。オッケー。じゃあ俺丸石掘っとるわ。掘っといてください。こうで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 、このくらいでいいかな一旦。オッケー。稲子ちゃん夜だ、寝よう一旦。寝よう。夜は大敵だ。おやすみなさい。モブが出てくるかもしれん。寝よう。オッケー。ぶねー、ここに出た。よし、これでこうしますと。お前天才かお前。なんで流れてこないの？なんで流れてこないの？なんで流れてこないの？もう一回やる？これ水やり直す？うん。は？向けて。オッケー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 。これでこうして、よし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 。さあ畑を広げます。ね、ストーンカッター作っていい？鉄1個ある。鉄あるからまだいいよ。よし、これで丸石の足場が格段に増えるぞ。これで切った方が確かね多いんだよね、量が。なんか間違えてる気がするプッさん。何間違いしてる？違うこれプッさん。何？違うよ。何？怖い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 。土もったいないことしちゃってるじゃんね。もうはい1個ミス。じゃあロス。バカだなー、ほんと。何間違いしてたの？高さ。ほんとやシンプルに高さミスってる。こうしてこうするとオッケー。よし、かまどの石焼き終わった。オッケー、これでストーンカッター作ります。はい、よし、これで作業が効率化するぞ。天才ですか？こういうとこ。よし、ちょっと使ってみよう。これを丸石入れて、おお、めっちゃ少ないのに46個になった。天才。ふーさん、君は天才なのですか、ひょっとして。これでいろんなとこ行ける足場が大活躍。めちゃめちゃ増えた。さあ、畑も広げていきます。これ丸石製造機作んなかったらどうやってやるんだろうね。こういうところで生活できないんじゃない。よし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 、いい畑だよプッシュさん、褒めて。おお、いいねいいね。最小限の水の量を生かしています、私は。いや、俺ももうひじきカッター作ったから、もうめっちゃ足場大量だわ。じゃがいもとかどこにあんの。あ、俺が手持ちに持ってる。植えて。よし、行くぞ。にんじんにんじんにんじん、じゃがいもじゃがいもじゃがいも。オッケー。天才。わあ、これ育ってどん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 ね、水ももうちょっとあればもうガチのいい畑作れんのにね。結構いけるよこれ。横幅。あ、それでいけるもん。うん、あと何マスか伸ばせる。天才じゃん。あらかじめちょっと大きくしとくね。さあ、食料問題もこれでだんだん解決しそうですよ。いいね、生活してる感出てきた。一応ちょっと湧かないようにもう畑を慣らしとく。減ってやるとね、モブが湧かなくなったはずだから。確か。よし、その畑が終わったらそろそろ行くか、砂漠へ。終わったよ。でもね、まだ足場足りない気がするんだよな。3スタックぐらいにしとくか。やだな、この木。めちゃくちゃ嫌な生え方してる。うわー、めんどくせえな、その木。高さ制限してないから今。なんかねちっこいな、その木。クッチーみたいだよ。今なんかストーカーになりそうな男ぐらいねちっこいなって俺言おうとしたんだけど、ひどいなお前。プッチーみたいだよね。ストーカーなんてしたことないぞ俺は。うわー、ストーカーしそう、プッチさん。よし、これで何個になった。はい、おい、いいね。あとちょっとで3スタックぐらいだ。石使ってもいい。ありがとう、使うね。あ、そん中入ってるやつ。うん、いいよ。よーし、斧作ろう。あげないよ、じゃあこの斧あげるよ。ほらこれ。なんでお前木こりしねえのに持ってんだよ。はい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 。オッケー。早いよこれ。確かにめちゃくちゃ早くて楽。早く言ってほしかったな。ごめんって。あんまりだって、それ信じてなかったじゃん、それの凄さを。木こりするよって言った段階でさ、気が利く人だったら、あ、これ使う、これ持ってるよって言ってくれると思うんだけどな。あ、気使えなくてごめん。適当だろお前。もうちょっとな、寄せれるだろ、可愛くてごめんに。いや別に可愛くてごめんっぽく言おうと思ってなかったけど、なんかそれっぽくなっちゃったみたいな感じ。よし、ダイヤモンドの剣を作ろう。殺されるあいつ。あ、リンゴ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 。よーし、まあ、こんなもんだろう。ちょっと俺つなげてってくわ。じゃあ砂漠の方に。はーい。こっちからなら近いか。近い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 。うわ、なんかあっちもなんか林だってとかいろいろあるな。すごい、俺が螺旋階段作ったばっかりに遠くから見るとなんかジェットコースターの線路みたいな感じに見える。よし、進め。丸石をいっぱい今敷いてってる。私マジ有能だから、植林場高さ制限までしてるから。天才かお前。よし、これでオッケー。有能かっつーの。欧米かっつーの。多分知らないよ今そのネタみんな。よし、近いぞ近いぞ、砂漠近いぞ。何あるんだろう。砂漠だったらダイヤモンドじゃない。やっぱピラミッドにあるから。なんか建造物っぽいのあるんだよね。塔みたいになってる。塔？ミニ塔みたいな、ちっちゃい塔みたいな。うわ、夜だな普通に。やばい、寝る。帰ってくれる。階段だけでもいいから作りたい。ペンさんも持ってきてる。ベッド持ってってないよ。持ってけばよかったじゃん。なんでそこ俺の家だもん。違う違う違う、別に出先で朝にできるじゃんって話だよ。ああ、そういうことか。オッケー、一旦陸地まで着いた。よし、帰る。ただいま。寝る。おやすみ。あ、いや寝る。おやすみなさい。まあいいな、やっぱ敵がいないのっていいね。だって巻きつぶししてますからちゃんと。あ、これ人参育てるんじゃないですかこれ。嘘。育てるよね。何それ、天才。ちょっと待ってよ。ほい。オッケー。植えてくねこれ。ありがとうありがとう。食料問題が今ちょうど食料なくて死にそうだったんだ。あ、植えられちゃった。あ、ごめん。はい、リンゴくれた。リンゴあげる。あとパンもあげる。はい、ありがとう。パンもくれた。よかった。よし、オッケー。植林場完了。手伝うよそっち。もうね、道はあるから、もうあと行くだけだぜ。探索があるから。探索がしょうがないな。待って、なんか落ちたんだけど。なんでだよお前。なんでお前の障害は何もなかったはずだぞ。なんでおかしいんだけど。よーし、さあこの辺に塔がある。塔がある。あ、本当だ、下になんかあるね。それこの辺掘ってみよう。怪しい、怪しくないこれ。怪しい怪しい。ほら早くおいで、ひなこちゃん。てか砂だらけじゃんペさん。ここガラス使える、作れるよ。ガラス欲しいね。はい、来てよ。この下だと思うんだよね。え、あ、なんかこの辺変わったぞ。ブロックさん、ブッシュさんと一緒にいるの怖いんだけど大丈夫？私大丈夫大丈夫。足場ぽーいってやったりしない君？ない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 。え、これなんもないぞこれ、もしかしたら。と、ああほらなんもないよ。あ、ほんとだ、なんかただの棒だ。ただの棒だねこれ。これ、このブッシュさんと一緒にいるのやだ。もうやめるやめる。やめろ。本当にでもね、なんか下から見る感じでもね、何にもないマジで。知らんよお前、今私見たよ、下から落ちてったから。でもなんかあそこに今なんかあった気がするぞ、チェストっぽいの。え、チェストがあるの？落とされたから。奥の島、奥の島、今俺らがいたところのもう一個先のやつ。わかんないよペンさん、頼む。わかんない。でもなんか変な穴が開いてただけだった。サボテン取っていい？あ、いや、ゴミ箱にできるしね。この辺？あ、そう、こっちのこっちの段の下がね、なんか怪しかったよね。ああ、でもチェストあるよ多分。チェストっぽいの今やっぱあった。まあ任せようベスさんに。私何も足場持ってきてないから何も手伝えないや。俺一人でやるしかねえってことか。その間石じゃない、砂掘ってるからさ、素手で。この辺りだった気がすんだよな。あった。テストだ。何入ってんだろ、砂漠の。オッケー、開けてみます。はい。おい、お、エンダーアイが2つ。エンダーアイまた？そしてスイートベリー3つ、4つだった。あとエンチャントした本無限1。エンダーダーゴン討伐簡単になった。これでエンダーアイ、それで何個目？結構手に入ってるよね。もうなんかロッツってなんだろう。本当にロッツって何？ 6 個くらいだと思う。いや、ここのなんか資源はそれだけっぽいな。じゃあなんか思ったよりだね、砂がめっちゃ手に入ったくらい。あ、でもあの奥、あれ鉄まみれじゃねあれ。嘘。うわ、あっちかぼちゃあるし、キノコもある。視野をズームして見てみる。あ、鉄ばっかりだわ。鉄ばっかりだわ。あそこ、そっちとかネザー資源っぽいし、行けそうなとこいっぱいあるね。まだまあでもここを開拓したことによって行けるところがまた増えたってことだよ。オッケーオッケー。じゃあ着実に進歩してるわけね。まあ一旦次はそこの石じゃねえ、鉄掘りてえな。そうしましょう。私はちょっともう資源全回収してきたから。はい。どうやって戻ろう？おい、どうやって来たの？どうやって行ったのそこに？よし行くな、パッチ見ててくれ。行けんのお前？大ジャーンプ、大ジャーンプ。おお、お前天才じゃん。やったやったー。よし、とりあえず帰るか今日は。帰宅。エンダーアイ何個なんだろう、ちょっと集計してみよう。結構あるよ。もうエンダードラゴン討伐ワンチャンいける説あるよ。装備がゴミだから装備だけ整えたいかなくらい。よし、チェスト。はい。あ、全然だった。4個だわ。4個。でさ、チェストをさ変えたい場所。あ、いいよ。ここね。はい、移動するね。うん、そこ畑にしたいんだ。チェストこっち側にも。オッケー、おしゃれおしゃれ、ほら。これおしゃれおしゃれ。激狭物件みたいになってる。やばいやばい。収納も2個あって、ほらおしゃれおしゃれ。完璧完璧。やばいやばい。あ、小麦が育ちましたよ。ああ、いいね。これで食料が、おい、種1個。もう全然増えない。あ、全然増えないじゃん。でも人参が育ちましたよ。あ、もう人参いいじゃん。人参だらけにしよう。もう人参は、お、いっぱい出た。全部植えよう。3つ。1、2、ここでいい？でもどこでもいいよ。3、オッケー。オッケー、天才。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ次回は一旦鉄の鉱脈掘ったりとか、まあちょっと気になるところをちょっとまた進めていきたいと思います。はい。ということでまた次回お会いしましょう。またよろしく。バイバーイ。バイバーイ。